やっぱ他の人よりも総合に欠けてる部分があるんで、レスリング出身なんで、テイクダウン、タックル、あと組んでから負けない自信はあります。あ、機械体操ですね。中学校6年間ですね。特に自分がやろうとかやりたいとかその時はなかったですね。はっきり言っちゃうと、翔猿選手もっともっと強いんじゃないかなっていう印象です。なんか勝ちにこだわりすぎて、自分のいいとこ出さないで勝ちに行ったっていう印象なので。分かってますね、結構最近ちょっと課題なんですよね、はい。まあ、僕がテイクダウン取れないやつはいないんで、まあ、今まで取れなかったのもまずない。取れると思いますよレスリングの経験が違いますもん。だって大学までレスリングやったんですよね。大学のレスリングって言ったら相当厳しいと思いますよ。翔猿くんはオールラウンダーっていう感じですね。寝技も強いし、打撃もしっかりしてるし、レスリングも強いっていう、そつなく何でもこなす選手ですね。みんなが追ってるほど俺寝技強くないですよ、本当にただ、業界っていうは結構強いですよ。休日は負けたことないですからね、国内じゃ。いや、僕ははっきり言っちゃうと、だいぶ上の方にいるとは思ってるんですけど、まあ、周りの評価がちょっと足んないなっていう僕の印象があって、もうちょっと俺を盛り上げろよっていう。どういう気持ちなんですかね、10連勝したら。負ける気なんかないんじゃないですか。負けるイメージなんかないですよね、絶対に。だって負けたこともいいのなのか、いつ負けるんだろうっていう怖さがあるのか。はっきり言って5本の指に入ってる自信はあります。どうだろう、強い選手いっぱいいますからね。ただそれがやっぱり今回の試合で分かるんじゃないですか。鈴木くんがテイクダウンできるかどうかじゃないですかね。翔猿くんが付き合わずに、レスリングに付き合わずに、鈴木くんがテイクダウンしに行くと思います。やっぱ観客とか周りを納得させて、まあ、鈴木隼人誰が見ても強いなっていうふうに思わせたいです。多分どんなに聞いても本能で来ると思うんですよ。本能で、だから意識を立たないと、失神させないとダメですね。多分やばい試合になるじゃないですか、これ。楽しみですね。